香川県立との小高等学校は、香川県小津群との小長校にあった、公立高等学校。略称は、土校。日本の高校で唯一、校舎とグラウンドの間に海峡がある。2017年4月1日に、香川県立小戸島高等学校と統合して、香川県立小戸島中央高等学校となり2017年3月31日を、もって閉校した。 香川県立小豆島高等学校と並んで、小豆群内に2校ある高校のうちの1校で、通学者は、戸野町長と旧池田町在住者がほとんどを占める。2000年4月1日より、商業化が廃止され、総合選択制となる。2017年春に、小豆島高校と統合し、小豆島中央高校となる。部活動は部、クラブ、同好会等に分かれ、 全員参加ではないが、多くの生徒が所属している。ユニークなものには、地元の名物の醤油の樽を利用した、尊大湖を演奏する、精神尊大湖部がある。毎年4月下旬、5月上旬に、体育祭、9月上旬に、文化祭が、楽器の終わりにクラスマッチが行われる。共に、委員、部、生徒会が中心となり、生徒が中心となって、運営を行う。 どの教授も大変な盛り上がりを見せる。ありがとうございます。